いきなりですが、こちら、皆さん英語にすることができますか？はい、大人気の鬼滅の刃の歌詞の一部分になります。 Hi everyone, it's me, Chigusa。 今日は後半の動画になるので、もし前半を見てない方がいらっしゃったら、先に前半を見てからこちらの後半に挑戦していただけると、より英語学習が深くできると思いますので、先に前半を見てくださいね。前半は8月のオンラインセミナーで、私がどんなレッスンをしたか、英語を喋れる状態っていうのを一度味わっていただいて、あ、そういうことかっていうのが分かった上で、今日のまたねレッスンに挑戦していただけるといいなと思います。今日は鬼滅の刃の歌詞の一部の部分、前回はエイトさんの香水を中学英語だけで表現できるかっていうのを、私とネクステップの講師が考えたものを皆さんに紹介したんですけれども、今回はですね、実はまあセミナーレッスンで実際にもう生徒さんに前半のトレーニングを受けてもらって、後半は実践編ということで生徒さんに作ってもらったんです。それを今日はねベスト7ということで、ネクステップの大人気講師みさこ先生が選ぶベスト7を今日は皆さんにご紹介、そして宿題を提出した方には誰が選ばれたのかっていうのを発表となります。オンラインセミナーレッスンに参加した生徒さんの英語力はどれぐらいのものなのかっていうのもご覧いただけると思います。はい、では早速始めてみましょう。 Let's get started。 チャンネル登録してね。はい、今日は後半編ですね。鬼滅の刃、私実は読んだことがないので、他のね生徒さんからもいろいろ情報を聞きながら勉強させていただいてるんですけれども、今日はこの鬼滅の刃の歌詞の一部分、前半のトレーニングを受けて生徒さんはどれだけできたのか一緒に見ていきましょう。でね、自分で作ったオリジナルの文に対してフィードバックをもらうってことはとても大切です。自分のレベルでのフィードバックがいただけるということと、やっぱり気づいてなかったところに気づかせてくれるっていう部分で、より上達が早くできると思いますので、フィードバックがもらえる環境の方はぜひどんどんフィードバックをもらって、ご自身の英語学習に生かしていくといいなと思います。まず皆さん一旦自分で考えてみましょうか。まあ、生徒さんのね表現を見る前に一度自分でアウトプットしてみましょう。一旦ねここで動画を止めていただいて、実際に自分で作って後にこの後半いろんな生徒さんの表現っていうのも見てみましょう。Alright、 じゃあ1人目は武田さんです。武田さんの英語表現はこのようになりました。 Now I know why I can be strong. Let's move on together. I tried, but I cannot give up my dream. No one can stop me now. I hope sorrow deep inside me makes me so strong that I give my all for others. Then I feel even happy. このような英語表現をされてました。とてもまとまってて綺麗だなと思います。この生徒さん自体は中級くらいのレベルなので、まあ、ちょっとね後半さすが中級だなっていうところの表現力があったりとかはするんですけれども、まずこれをね美佐子先生が選んだ理由は、具動詞を含む No one can ってありましたね。後半に No one can などに見られるようなナチュラルな表現を使えているということ、そして Let's move on togetherというふうに move on という駆動詞の使い方がとっても良かったです。あとは let's 何々 together というコンビネーションでの使いもバッチリです。ずっとねちょっとマンネリを防ぐためにわざとあえて cannot としているところがとってもセンスがいいなと思いました。そして次からはね、ここをこうするともうちょっと良くなるよというアドバイスポイントです。I hope the sorrow deep inside me makes me so strong that blah 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 とあるんですけれども、 deep inside me makes me というふうに me me がちょっと続いているので、ここを例えば the sorrow deep inside makes me という方が綺麗かなと思います。そして I give my all for others というふうな表現がありますが、実はよくねGive for という風にくっつけてしまうミスっていうのはよくありがちになります。 Give に続く前置詞は to になります。 I give my all to others という表現になります。そして Then I feel even happy とありますが、 Happy というのを強調するために入れたと思うんですけれども、この even をね入れたと思うんですけれども、前の文脈に Happy な感じはないので、まあ、even は省いてもらって Then I feel happy というふうにシンプルに表すのもいいと思いました。 Good job ともこさん。 Alright, and the next one、 次はね工藤さんですね。工藤さん、
どのような英語表現をしたかというと、 I found the reason how to be strong. Let's go with me. I can't give up my dream. I can't stop now. If I can be strong for someone, I want to overcome sadness and appreciate you. このような英語表現をされました。とっても綺麗ですね。これもね、しっかり前半でトレーニングした直訳をしない日本語レベルを下げて考えるということがしっかりできているなという文章でした。はい、でこれを選んだ理由なんですけれども、シンプルな英語を使うことを徹底できていて、歌詞のエッセンスがギュッと詰まっています。おそらくセミナー当日学んだであろう overcome などの単語も取り入れ、自分のレベルのプラスワンの英語がしっかり使えているっていうところがとても素晴らしかったです。そして I can't give up my dream というところで give up を取り入れてて、よりナチュラルな表現もできていましたよ。でここをこうすると良くなるよっていうポイントは、 To be strong はとっても上手に使えてるんですけれども、 I found the reason to be strong. How to を抜かすとよりシンプルでいいかなと思います。そして Let's go with me のこの部分、 Let's というのにはすでに me が含まれているので、 Let's go with me という必要がないので、 Let's go だけで OK です。で最後の部分、 I want to overcome sadness and appreciate you とありますね。でこの部分の、appreciate という表現なんですけれども、 appreciate というのは人を目的語に取ることができないので、 appreciate you というふうな表現はできませんので、 If I can be strong for someone, I want to overcome sadness. Period. Thanks to youというふうに締めたらとってもかっこよく決まるんじゃないかなと思います。はい、こちらもすごくよくできてました。 Good job。 そして3人目は、高評価はポチ、そしてチャンネル登録してね。ようこさん、鈴木ようこさんですね。はい、どのような英語表現かというと、 Sadness made me stronger. Nobody can stop me anymore. I'm just going my way for you and a new world.はい、このようにシンプルですね。シンプルに綺麗にまとめています。でこれを選んだ理由としては、言いたいことがギュッと凝縮されていて、単語単語を見ていても、こう単語単語の直訳をしてね、英語をしているわけでもなくって、そのざっくりね、こう読み取って、その中で一旦こう取り入れて理解して、それをしっかりアウトプットしているなっていうのがしっかり分かりました。こちらも辞書を使わなくても、自分が使える英語だけを使用して英語のセンテンスを考えているっていう感じで、とても良かったです。 Sadness made me stronger っていう風に、この無生物の主語、I とか You とかそういうのじゃなくて、無生物主語が入ったレベルの高い構文にはなるんですけれども、シンプルかつ短めのセンテンスで伝わりやすくなっているので、 Good job です。 Nobody can stop me anymore っていう風に、この anymore をつけることによって、今までと違ってこれからはっていう感じの表現がしっかりできているところも素晴らしいなと思いました。そして最後の部分の I'm just going my way for you and a new world っていうところで、ここはですね、 Go my way っていうのは、大抵の場合はね、今まで一緒にいた人と別の道を歩む、進む、別の道をこう進んでいく、さようならっていう感じの意味にもなるので、ここは Going my way っていうのはちょっと少し意味がちょっとマッチしなくなるので、 I'll keep moving forward という表現にするとより伝わりやすいかなと思います。はい、よくできてました。 Good job, Yoko. Alright, and the next one is くまさんですね。くまさんの表現もとても良かったです。I'm gonna work the way that to be strong, I can't throw down my dream and my life. So I must be changing myself. I was able to see the hope light. ああ、全くわからんよ、むずーってなんかメッセージが書いてありましたけれども、とてもよく上手にできていましたよ。で、これを選んだ理由としては、まあ、クマさんが学んだプラスワン英語法って60日のプログラムがあるんですけれども、そこでカバーした内容だったり、単語だったり、フレーズっていうのを積極的に取り入れてるなっていうのが感じられました。やっぱりね、学んだものを使っていくっていう努力は大切です。そして 最初の I'm gonna work the way that to be strong っていう部分があるんですけれども、まあ
伝えられることは伝わるので全然いいんですけれども、 gonna ではなく going to を使いましょうというのを私たち講師は推奨しています。はい、でここはねちょっとなかなかポエムっぽくってとても素敵だなと思いました。で I'm gonna work the wayThat to be strong というふうに関係代名詞ですねを、使っているんですけれども、ここではいらないかな。なので I'm going to walk the way to be stronger というふうにまとめてもらって大丈夫です。でここの to be strong の部分を to be stronger というふうに比較級にすることで今までより強くなるよっていう決意感が出るので to be stronger ってするとよりおしゃれな感じがしますね。で I can't slow down my dream and my life っていうところなんですけれども、ここはおそらく I can't throw away ですね。 I can't throw away my dreamOr life とかにしてみてはどうでしょうか。 Threw down となっちゃいましたけど、 Threw away っていうのを使おうとしてた駆動詞ですね、使おうとしてたところはとっても良かったと思います。で助動詞の後は必ず原型になりますので I can't throw じゃなくて I can't throw になりますので、ここは気をつけましょう。でこちら can't っていう風に否定文になっているので and ってつなげるよりも orっていう風に表現するとより良くなります。そして So I must be changing myself っていう風に myself をうまく取り入れているなっていう風には思うんですけれども、惜しいのが must be の後っていうのは進行形にしなくてもいいので I must change myself という表現で OK です。最後の部分 I was able to see the hope light、 はい、これですね。このような A light of the hope というようなこの言い回しの表現っていうのは英語に触れる量を増やしていると身につく言い回しになります。もちろんね Hope light でも伝わらないことはないんですけれども、かっこよく言うのであれば Light of hope というふうな表現をすると Much better になります。くまさん Good job。 はい、次はですね中野さんですね。 I found an answer. Let's go togetherWe can get over the sadness. I feel thank you for my life. はい、こちらもシンプルで素晴らしいですね。で、これを選んだ理由としては短いセンテンスなんだけど、言いたいことがザクッとまとまっているので素晴らしいなと思いました。やっぱまとめるってすごい大変ですよね。Summarize って言って要約するっていうところなんですけれども、しっかりできていると思います。そして I found an answer という表現ですね。実はたくさんの課題では found って found に続くのがまあ reason とか why とかっていうのが非常に多かったんですけれども、中野さんは answer を使って工夫してきたのはとても良かったなと思いました。Let's go together. We can get over the sadness. というところで We を取り入れて誰かにこう語りかけているようなイメージがとてもイメージしやすいセンテンスになっていたと思います。最後の部分 I feel thank you for my life、 これも伝わらないことはないんですけれども、So, thank you っていうのは誰かに向かってこうありがとうっていう意味になるので、feel っていうのとはちょっとね組み合わせが悪くなるので I feel thank you とはちょっと言えなくなりますので、よりナチュラルに言うとしたら I feel grateful for everything my life という表現はどうでしょうか。 grateful for 出来事という感じの順番で作ってみると much better になります。 Good job! Alright, and the next one is Chie さん。でラストですね、7人って言ったけど6人か、とてもよくできてました。I became strong for my younger sister and family. Go ahead with my weakness and braveness. No one can stop myself to dream. Because dream comes true. I will thank a lot that loneliness make me strong. はい、もうナチュラルな英語でとても良かったです。はい、これを選んだ理由としては、ナチュラルなフレーズだったり単語だったりっていうのが使えています。でね、おそらくこのシスターとか出てるんでね、この方は鬼滅の刃を実際に物語を知っていてこれを作ってるんだなっていうところで見ていただきたいんですけれども、なんか家族がなんか殺されて妹を守るっていうなんかお話みたいなのでシスターが出てきたのかなと思うんですけれども、 I became strong from myYounger sister ってあるんですけれども、 こちらはまあ younger を抜いて sister だけでいいかなと思います。日本みたいになんか常に家族のこの序列がを強調することを実は英語でもあまりないので sister だけで OK です。
そして go ahead with weakness and braveness というところですね。で、この部分で weakness と braveness 並んでいるところを見ると言いたいことはわかるんですけれども、ちょっと音としてくどくなってしまいますので、あっさりとね I will go ahead to be brave という風にしてしまうといいかなと思います。そして次の No one can stop myself to dream ですね。この部分も自分でやる行動が自分で返ってくるのが myself ってなってしまうので、 No one っていうのは誰もいないので、ストップされるのは自分になるので、 No one can stop me ですね。 No one can stop me to dream という表現になります。で次の Because dream comes true というところの表現ですね。 Because dreams come true というふうに、まあ、消せない夢、夢を叶えたいという気持ちが自分の設定る表現を使って表せているのはとても良かったです。複数形の方がいいかなと思ったので Because dreams come true としました。最後の Thanks a lot というところですね。はい、Thanks a lot ってよく会話でも使うんですけれども、誰に何がっていうのが必要となってくるので、この場合は Thanks a lot って切っちゃうと誰に何がっていうところが伝わりにくくなってしまうので、今後のありがとうっていうところにこだわりすぎず、孤独によって強くなったというふうに言いたいのであれば、No を使って I know that loneliness makes me strong という表現をしてもいいんじゃないかなと思います。はい、今日は代表としてね、美佐子先生が選ぶ6人の課題を皆さんにご紹介しました。他にもね、たくさん課題が届いてて、どれを見てもあもうわかる、言いたいことわかるっていう伝わる表現だったりだとか、本当にちゃんと自分で一回こう直訳とかじゃなくって一旦中に取り入れてそれをアウトプットしてるっていう感じができていたので、皆さん本当に素晴らしかったと思います。小さなねミスはあったとしても、別にそのミスで伝わらないっていうことはないと思いますので、ここは気にせずね、しっかり自分の中で取り入れて表現できたっていうところで自分を褒めてあげてくださいね。 I'm very proud of you guys. Leave a like and a subscribe please.はい、ということで本当に楽しい楽しい8月のセミナーレッスンでした。たくさんの方に参加していただいてとっても嬉しかったです。はい、ということで今日も皆さんの英語学習のお役に立てたらとても嬉しいです。ではまた皆さんお会いしましょう。 I will see you next time. Bye bye.